目玉親子のニュースウォッチング。今一番熱い話題っていうか、うんうん、コロナウイルスについてなんですけど、うん、まあ基本的にはちょっとマスコミが騒ぎすぎて、うん、一般の人に不安が広がってるっていう状態が今だよね。うん、なんか異常な買い込みとかで、うん、ね、なんか普段ガラガラのドラッグストアで1時間並んで、うん、昨日とか。あ、そう。そう、まあ、必要なものがあったんだけど、みんななんかトイレットペーパーとかティッシュを買い込んでいて、うん、うん、うーんって。まあそういうね、ちょっとなんていうの、噂が噂を呼んでパニック状態になるのが一番まずいよね。うん、でも実際はコロナウイルスって大流行もしてないし、うん、パンデミックってねいう言葉があるんだけど、うん、パンデミックっていうのはまあ医学的な大流行っていうか、うんうん、それの条件っていうのが数学で、このカーブをねこうぐっと上がっていくと。うん、いうような状態が見られたパンデミックなんだけど、今は全くパンデミックになってないし、そこまで恐れなくていいというのと、あと東京医師会なんかは実際には普通のインフルエンザの方が感染力が強いし、同じぐらい重症にもなるし、例えば去年一昨年とかのインフルエンザで死亡した数よりは全然コロナの死亡数は少ないし、うん、まあただあれだよね、多分感染してるかしてないかが分からなくて、うんうん、急に結構倒れちゃったりするみたいな話が多分、うん、その恐怖感につながってるのかなとか。そうだね、やっぱり見えないっていうのと、うん、潜伏期間が長いからね、うん、普通に健康そうに見えても映っちゃうっていうのと、うん、あともう一つはやっぱりちゃんとした情報を出してないっていうか、うん、政府とかね、うん、厚労省とかがやっぱり隠蔽体質でちゃんと出してないっていうのが不安を火に油を注いででも北海道のやつが、うん、話題になってたけど、その隠蔽とかで言うと、ああそうだね、うん、北海道が感染者数が高かったのが、うん、ちゃんと検査をやってたからなんだよね、うん、でそれがだんだん厚労省とかも分かって、厚労省の役人が2人発見されたら検査が自由にできなくなっちゃったっていう、うん、だから北海道がすごい、うん、そういうふうに言われてるけど、うん、他のところはもうそもそも検査してない、検査してないっていう、だから実際わかんないし、うんうん、まあそれで今もう一つなんか臨時休校とか話題になってる、ね、うんうん、臨時休校はまあ賛否両論あると思うんだけれども、うん、何が問題かっていうのはもうはっきりしてるんだよね、うん、やっぱり決め方とか決めたプロセスがわからない、うん、なんで専門家会議っていうのをちゃんとやって作って専門家の意見でやろうって言ってるのに、専門家会議が一言も言ったこともないようなことをね、安倍さんの独断で決めてしまうのかっていう、うん、そこは大問題だよね。とりあえず、うん、休校にしておけば手を打った感があるだろうみたいな感じなのかな。そうそう、だって思っちゃった。文科省にも言わないで勝手に言っちゃったっていう、うん、だからそれが今のなんかね、安倍さんが時々問題を起こして官僚がたふたしてしまうね原因なんだけど、だから文科省とかにまあちゃんと相談するし、専門家以外にもちゃんとかけて、それで理由を説明して発表しなきゃいけないんだけど、うん、どういう過程でどういう理由で決めたかっていうのは全く言わないでしょ、安倍さんは、うん、なんかいろんな人と連携してないというか、うん、なんか連携してて手が打つのが遅くなるとかいう話でもない気がして、うんうん、やっぱりこの情報をちゃんと出すっていうことをしないと、ね、検査をできなくして数を抑えるとか、うん、やってることがやっぱり
あのこれまでの安倍政権がやってきた、まあ、隠蔽体質とその独断って何か勝手に言っちゃうとか、うん、っていうやり方がまんまそのコロナでもまた出てきたっていうことだよね、うん、まあ、臨時休校実際にあの子供っていうのは、うん、あのすぐなんていうのか手とか口に入れちゃうし、うん、あのやっぱりうつりやすいことは安いんだけれども、ただあの中国での、まあ、統計を見ても、うん、若年層、まあ、9歳以下なんだけど、うん、その死者は一人もいないのね。だからその子供が危ないっていうよりは若い人は抵抗力があるから、うん、あの免疫力も高いからそんなに重篤化しない。年を取ってなんか別に病気持ってたりするとあのね、重篤化する可能性があるから、ちゃんと正しい知識を持って、やらないとね、なんか混乱するだけだよね、うん、その他の国とかはどういうふうに対策してるの、うん、まずは単純に予算をつけてる、うんね、中国が1兆5000億円香港4000億円で、韓国は1兆3700億円、台湾は2200億円、アメリカは2800億円、シンガポールでさえ小さい国だけど5040億円でしょ、うん、日本153億円、東京都で東京都は400億円つけてるから、まあ、東京都より少ないと、うん、それで休校だとかパフォーマンスだけやってで、お金は出さない、まだ予算をつけてない、それで自分のなんか俺がやってるぞみたいな顔してるけど、やってることすごいケチだよねだってそれでさ、迷惑というか迷惑じゃないけど、やること増えるのはさ自分じゃないじゃんやること増えるし、そのなんていうの、給食作ってる人とか、あとは学校って全員が正社員じゃないのね、うん、で非常勤講師の先生なんかは授業をコマでやってて、うん、その固定給がないから、うん、休校になったら収入ゼロなの、うん、だから困る人はすごいたくさんいるし、でコンサートの中止とか、うん、まあいろんなものも結局安倍さんのやり方は民間に自腹を切らせて、うん、でまあ自分のパフォーマンスに上がることは口で言うだけ言って、そういうやり方がまかり通っちゃってるんだよね、うん、そのコロナ対策室みたいなの作ったじゃん、うんうん、その写真が出てたんだけど、うん、その写真をね海外のメディアが見て、あの日本はコロナで女性が死滅してしまったのかって書かれてなるほどね。しかもこのコロナ対策院、これ全民政治家が頼んでるだけで、うん、専門家なんか入ってなかったの最初ね。え、それおかしくない、かなり、うん、だから全部パフォーマンスなんだよね、うん、だってね、あのダイヤモンドプリンセス号も官僚が仕切ったから、まあ、うまくいかなかった。しかも官僚が行って仕切ったってされてるけれども、実際に動いたのは神奈川県の職員だったんだよね。うん、それは黒岩知事が後から言ってね、あの知られるようになったけど、船に乗り込んだりいろいろやってたのは神奈川県がやってて、国は あんまりやってなかったから、まあ、県のレベルでね、やったから、まあ、ちゃんとした専門家が入ってなかった。そこでもやっぱり初動がすごく遅れているんだよね。これは例えばフィンランドの内閣なんだけど、うん、もう半分以上かな女性だよね、うん、それとこの日本と、うん、日本のやっぱりやり方がまずかったのは、うん、あのクルーズ船の、うん、検査に入った検査官が、まあ、何人いたかは定かじゃないんだけど、うん、でもその検査官の中で合わせて19人が感染したっていうことが、まあ、分かったんだけど、うん、検査官だから完全にこうね防御をして完全防備で行ってるはずなのに、それで19人が感染してるってどんだけ脇が甘いんだよってことでしょ、うん、臨時休
こうどうこうっていうよりは、うん、そこに至るまでのプロセスとか、うん、そういうところがどうなんだっていう、そうだね、ことで、学校休めて嬉しいとかじゃなくていや学校休めてね、みんなで旅行行けんだったらいいけど、うん、家にいなきゃいけないっていうのはなかなかね、楽しいだけじゃないよね、うん、あと卒業式のシーズンだから、なんか卒業式もなくね、みんな別れなきゃいけなくなって、もうみんな泣いてたとか、そういう話もあるから、うん、もうちょっとなんか突然言い出すんじゃなくてね、ちゃんと段階を踏んだ方が良かったよね、まあ、コロナウイルスですごい、うん、必要以上に、うん、怖かったたりするのが、その情報がちゃんと開示されてないっていうの部分が一番大きいのかなと思って、うん、本当に専門家とかの意見がこうですっていうのと、それを踏まえて国はこう対処しますって、もうはっきりなんかみんなが納得できる形でなんか、うん、なんか導いてくれるのが国のトップであったらいいなっていう。だって専門家会議ってわざわざ招集してるんだから、うん、そうやってねアナウンスをちゃんと出してこうしましょうっていう、ちゃんとやんなきゃいけないんだけど、ね、なんかねやってるっていう口実のために集めただけみたいな、うん、そんな感じだからさっきの写真でも全然専門家いなかったし、うんうん、では、皆さん、まあね、体調にはコロナに気をつけて、コロナだけじゃないよ、まあ、手洗いだね、インフルエンザとか、うん、はい、ではご視聴ありがとうございまし た, ました、チャンネル登録、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。